はい皆さんこんばんは今日はですねちょっとですね直前に収録してそのままですね編集をして YouTube にアップという形にさせていただいているのでこんばんはとご挨拶させていただきましたまあちょっと予断はですねこの程度にしておきまして本日はですね DJI 大相撲アクション5プロちょっと DJI って出てこなかったんですけどえっとですねそちらのですねこの ISO 感度 ISO 感度ですね5との違いっていうのをですねちょっと映像で皆さんに見ていただきたいんですねこれはですねアクション4までです かなり明確な違いがあってそのですね ISO 感度からですね先は使わない方がいいですよっていうのが明確にあったというのが流れなんですね。確かノーマルカラーのです、ね、800以降っていうのは赤にこの赤ですねノイズがものすごく強く出てしまってまあそれがですねこう結果として良くないなというのが分かった。で今回ですね同じ内容のです、ね、検証って同じようなという形にしましょう同じような内容の検証ですねこのアクション5プロでもしてみました。でですねあんまり細かくやってもですねあの違いっていうのは分かるんですけど傾向を今回 今回は死ににたたたいといいいととう形だけに留めたいと思いましのので、まあ、このノーマルカラーの10ビットの磯、えっと、感度5としかもですね磯感度もちょっと飛び飛びにやっていて好感度の場合だけですねちょっと気になっているので、まあ、数字の大きいところは細かくやっておりますが下の方はですねあんまり変わらないというかもう結構きれいに取れちゃうので、まあ、ちょっと省いちゃっておりますでノーマルカラーとこの D ログ M でこの公式のラットですねで公式のラットをですね、まあ、この当てた色というのがありましてそれの まずですね、このように見た目の比較をしてみたいと思っております。まあ、こうパッと見ただけでも結構違うのをお分かりいただけると思うんですけど、ただですね、このライティング自体もですね、私が手元でですね、持って、まあ、露出がですね、大体一緒ぐらいになるように調整して見ていったという形だけになってしまったので、まあ、ちょっとこう均一ではないのはお許しいただきたいなと思うんですが、まあ、傾向が出てきておりますので、見比べていってみたいと思います。はい、それではですね、ちょっとカラーページの方の方がこう画面が大きくなるので、映りまして、はい、えっとですね、 まずはノーマルから10ビットのイソ感度100でこちらですね以前はこの赤いところがですねすごく簡単にノイズが入ってしまったっていうのがあるのでちょっと見ていってみたいと思うんですがノーマルから10ビットイソ感度が こちら100 1 0 0ですね。こちらはもう本当問題なく綺麗に収録できてるんじゃないかなと思います。で、このですね、ちょっと色、明るさだけいじくってるんですけど、大体ですね、この波形を合わせたという形だけを撮らせていただいているのはご了承ください。はい、で、これがですね、ISO 感度400。ちょっとですね、まあ、400ぐらいになると変わりがあるかなと思ったんですけど、こう見るとですね、も、ま、う、あ、意外とですね、そのライトの当たり方は違い程度で、もう結構ですね、ちゃんと400でもしっかりと収録できてるなと思います。再生してみてもですね、ノイズっていうのが大きく見 立つものは入っておりませんしもうこの点はですねアクションォイールだいぶ優秀になっていると思いますこのセンサーの違いとかっていうのも大きいのかなと思いますねで続きましてイソ感度1600はいこちらになりますがこちらも再生してみるとですね まあこのように目立つノイズって実はあんまり出てないんですよ。これですね、ISO 感度1600でアクションカムがですね、ノイズがここまで、ああ、少ないんだなっていうのは、私、ちょっとすごいことだなと思って、まあ、アクションフォイール、だいぶ進化しているのがこの点でも分かるなと感じました。で、続きまして、3200、この辺りはどうかなっていうのをちょっと拡大してみてみますと、 ノイズ若干ノイズはです、ね、ディティールが甘くなっちゃってるんですけど今回の設定はですねテクスチャーとノイズはです、ね、マイナスに一番効いていない状態にそれぞれしているので、まあ、ここからですね例えばこのシャープネスをですねこういう風にかけてみたりとかですねそういうことっていうのは後から調整が効きますので、まあ、ブラーとかでこう調整したりとかですね、まあ、なのでこういうところはですね後から調整ができるという方を私はですね取りましてあえて検証ではそちらを採用しておりますというのもお伝えさせていただきます3200も、まあ、ほぼ問題ないんじゃないかなと思います こう見るとでですねこちらが6千0 0六千四百で止まってくるかなっていうのも再生してみると。 まあちょっと全体を見るとです、ね、ノイズがちょっとぼやぼやっと出てきましたね。この黒いところとか分かりやすいと思います。そしてこの輪郭とかがですね曖昧になってきてまあ、メリハリがなくなってきましたね。まあ、ISO 感度上がってきた時のまあ正当なですね流れというのかこういう感じだよねっていうところですね。で、12,800ですね。これノーマルカラーは25,600までいけるのでまあ、この見比べていってみたいと思うんですが、もうこの辺りですね。おそらくこの辺りが綺麗に収録したいんだったらあまり使いたくないなっていう形になってくると思います。一12,800。ただ、磯12,800。 8 0 0以上が使えるですねアクションカム自体が少ないので、もうそれを、ね、使えるだけ感謝だと思ってください。もうディティールがですねこう角が、ね、こういうふうに甘くなっちゃってる、この辺ちょっと見やすいんですが、100とかです、ね、こういうふうにキリッとしているのが12800とかになってくるこう,こういうふうにぼやっとしちゃうんですね。まあ、なんか立体感なくなりましたよね、それだけでも分かりますよね。ただ撮影はできております。これがですねまああのー、私がですね ゴ、あのープロヒーロー13とですね比較しても画質が悪く見えてしまうところがあるかもしれないで SNS やスマートフォンタブレットで見るのとパソコンや大画面で、まあ、テレビ等で見る場合とで大きくですねこの 2, 2機種っていうのですねまああのー、ちょっと。 傾向の違う映像が出てくるので賛否あるのかなっていうのが今の感想なんですが、まあ、これもですねまたちょっと別のですねベクトルの検証もしてみようと思っているので今回はあくまでその流れの1つ ISO 感,度編だと ISO 感度編だと思ってみてくださいで25600になるとどのようになるかというところなんですがはいこのような感じでですねこちらですね ノイズとテクスチャーマイナス2にしておりますっていうふうに言ってるんですがおそらくですねこれ両方ともですね処理されてますあのノイズの処理もテクスチャーの処理もその理由っていうのがですねちょっと先に見せちゃいますが DLOGM だとですね全く結果が違うんですこのようにこれは DLOGM のですね12800なんですけど、まあ、このようにちゃんとちゃんとというとあれなんですけどノイズが出るんですねでノイズが出る代わりになんですけどこのディティールがですねちょこっと優秀に残ってくれてるんですよ、まあ、その傾向ってなんか 今回の検証ではちょっと見ていく上で大きいのかなと思ったので、まあ、ちょっとこれ楽しみに見ていっていただきたいと思うんですけど、まあ、ここまではですねノーマルカラーですねで複合クリップですね最後に私こういうふうにですねまとめも作っておりますので見てみてくださいはいではですね続きまして DLogM の方に移りたいと思います。こちらはですね、この公式のラットを当ててで、あとはこのスコープを見てですね、大体のこの軌道の感じっていうのを合わせただけ、まあ、こう、よく見るとですね、結構違うんですけど、その辺はですね、ちょっと細かいところはご容赦ください。でですね、まあ、この公式のラットを当てた色合いですね、見ていってみたいと思うんですが、このノイズがですね、ノイズの処理、テクスチャーの処理っていうのをマイナス2にしているで、テクスチャーっていうのは、まあ、おそらくですね、しっかりとですね、処理をすると、まあ、極端にやりますけど、こういう風に。 キリッととしますすよっていうう処理だと思うんですシャープネスであったりだとかミッドトーンであったりとか、まあ、なので今回ですねこの色味ですね特に色味を見ていただきたいと思いますまあもうなんか特に言うことないなっていう感じ、えー、ですねこれが D ログ M そしてノーマルカラーの比較でですねちょっと見比べてみたいと思うんですけどはいこのようになりまして えっとですねこのように、ISO 感度100同士をです、ね、読み込みます。でこれ右側はですね公式のラットを使った D ログ M の色合い。でこちらがです、ね、ノーマルカラーになるんですね。ででこれですね次の検証も私決まりましたという感じでお話しさせていただきたいんですけど、このテクスチャーとノイズ、これ結構ですね D ログ M も含めてノーマルカラーも含めて。 DJI オズモアクション5プロで重要な項目な気がしております。まあ超高画質を求めるわけじゃなくてもなんですけど、使いやすい色合い、映像だったらノーマルカラーで綺麗になる方がよくて、ただこのメリハリ、色の感じとかっていうのはあのこの D l o g M でですねラットを当てた方がいいんですけど、ここから色をいじくっていくのがめんどくさいよってパターンもたくさんあるわけじゃないですか。そうなってくるとですね、いくらこっちが優秀であっても、使いやすさでいうとノーマルカラーが大事になります。でですね、まあ、この違い っってていいううののががあるよっていうのがですね結構ですね大事なところになると思うのでまあこうちょっとですね使い比べていってどういう,うにあに見えるかっていうのを今日はですね一個この「o 感度」。 ISO 感度別で見ていただきまた別口でですねテクスチャーとノイズ低減っていうのは見ていってみたいと思いますでこれ ISO 感度100のところですねでこれ400まで飛ばしますで400まで飛んでもですね全然変わりなく共に綺麗なんですねこのようにこれ正面のですねちょっと当たり方が違うので見え方変わっております若干ですね細かなディティールがですね潰れちゃってる感じはこういうところ見るとありますけどまあ全然綺麗だなと思いますねで続きまして はいえっと、ISO1600 になります ISO1600 そうするとですねこう再生するとちょこっとです、ね、ちょこっとノイズが乗ってきてるな乗り始めてるなっていうのが分かると思いますこういうところ黒いところとかですね、まあ、この濃い色 こういうところがですね、ちょこっとノイズ出てきてるんですけど、今回ですね、ちょっとカードとかで貼っとこうと思うんですけど、アクション4のノイズの折り方と全く違って、アクション4って赤の処理めちゃくちゃ下手くそだったんですよ。それがかなり綺麗に出てくれてるっていうのは、私の中ではですね、評価がすごく高くてですね、この辺はすごく進化しておりますね。はい、で続きまして、ISO3200 ですね。こうなってくると、ノイズがちょっとも目立つようになってきましたね。で、このノイズっていうのは割と消しやすいノイズなので、目立たなくすることはできるんですけど、どうしてもこのディティールっていうのは死んじゃう のでこの角の部分とかこうカラーシフトノイズっていうのかなカラーノイズみたいなのが入っちゃってますねこういうところなのでまあこの上限値では ロログでログじゃなくて、ラットではですね、この ISO1600 が上限かなっていう印象でございます。綺麗に撮影したいんだったら、まあ、もっと下げていく方がもちろんいいんですけど、これでですね、なんとなく傾向が見えるだけでも、どこまで使っていいんだよっていうのが分かればなんですが、撮影もしやすくなると思いますね。はい、で、続きまして、こちらが3200が続きましたので、6400になりますね。はい、6400になるとも、このようにですね、分かりやすいノイズが出てきました。ただですね、色はまあまあまあって感じなんですよ。 この辺ですねちょっとカラーノイズとかっていうのも目立つようになってきてますけど色合いとしてはですねそんなにすごく悪くなってるるっていうのは本当にこのですね6400までほぼないかなっていう感じこれすごい優秀だと思いますよでこれがですねログの一番 ISO 感度高いところで12800になるんですけどこうなるとアイコード途端にですねひどくなりますで色もですね見比べると分かりやすいんですがちょっとですねこれもですね見比べてみましょうね はい、これが100のところではいこのようにするとこちらがですね ISO 感度100の方ですねでまあ、こういう風にとっても綺麗っていうのがだいぶこの12800になるとですね色もですね鮮やかじゃなくなってますねでノイズがとてもこういう風に多いのがもう一目瞭然なのかなと思います色の感じ はい、こういう感じで見比べていただくとですね、まあ、しっかり鮮やかきれいくっきりって感じがぼやっとノイズまみれの,このくっきりしないでじわっとにじんじゃってるようなですね処理になっちゃってますねこの辺りがですね大きな特徴かなと私は感じましたまあこれがですねこの ISO 感度別の 色味まあこの6400、12800っていうのだったら6400の方が当然いいし6400より3200の方がいいし3200より1600のがいいこれはですねこの D ログ M で顕著に出ましたでノーマルカラーの方がですねまあ意外とと言ったら大変申し訳ないんですが優秀でして25600でも一 綺麗に見ます。これ1件とあえて言わせていただきますね。その1件の理由なんですけど、この木目を見ていただきたいんですね。まあ、これ25,600、12,800 25,、6,400 12,、3,200、1,600。で、これがですね、800、あ800 400かな ?400 ですね。400もくううっきり出てきましたの、ね、で、100になると、もうさらにこうしっかり出てくるわけです。なので、この 明確にですきれいにこういう映像をです、ね、全て収めたい場合、しっかりとくっきりとさせたい場合というのは、ISO 感度低ければ低いほど優秀。でノーマルカラーの方は、ね、2 5600万で使えるようになっているっていうのもあるし、もうおそらくですね元からノイズの処理だとかテクスチャーの処理っていうのはある程度最低限されちゃってると思います。というのをですねできるだけ手を使え手を加えていないのが、ね、この DLOGM の映像なんだろうなと思うわけですね。この辺はです、ね、木目の方もですね。 まあちょっとこう、磯、え、管、っと、の100、はい、400、かなり綺麗に残ってますね。で、これがですね、1600になってもちゃんとしている。まあ、1600までがですね、綺麗に取れるかなという感じ。で、3200になるとノイズは出てきてますけど、残っている。で、6400でもですね、ノイズまみれになってますけど、残ってますの、ね、で、12800も同じようにですね、ノイズがありますが、結構ですね、残ってくれているんですよ。で、そしてですね、これが GoPro さんとの一番の違い、ノイズをですね、消すことによって結構優秀な。 映像として戻ってきてくれやすいっていう傾向があるんですね。まあ、これはですね軌道ノイズとクロマノイズで、これはですね時間的だとちょっと厳しいので空間的な方になると思うんですが、えっと、これを処理していくと。 これ両方使う必要がありますね、まあ、この程度までですねパッと戻せるんですよ。まあ、離れてみるとですねそこまでひどくないと思うんですが、当然このように拡大してみちゃうとやっぱり結構目立ちます。ただ、これがかかっていませんよって状態になって拡大するとですねひどいノイズなのがわかると思うので、まあ、どれぐらい綺麗になっているかなっていうのは見ることができますね。という感じでございます。 はい、今回ですね最後にですねこの流れ全部ですねこの複合クリップも合わせて今回の解説の後にこれそれぞれですねこのノーマルカラーの流れバーッの後にこちら d ー m の流れをバーッと流してあとはですね それぞれぞを並べた映像というのを最後に貼り付けで皆さんとですねお別れをさせていただきたいと思います次はですねおそらくこのテクスチャーとノイズによる違いっていうのをですねまたちょっとシーンを分けてですね、まあ、あの細かいものを撮影してるときにしたいなと思うのでまたちょっとどこかで撮影したいと思いますはいということで最後までご視聴いただき本当にありがとうございましたではですね今回はこの ISO 感度 s o 感度のですねごとによる違いっていうのを見ていただきまして一、まあ、つですね皆さんの撮影の参考になると嬉しく思います では最後までご視聴いただきありがとうございました失礼いたしますバイバーイでこの後ですね映像を流します